年末に生中継された MBC 演技大賞で3冠を受賞した話題作を日本初放送。主演はシン・ソンロク。1ヶ月先の未来を生きる男と1ヶ月前の過去を生きる女、異なる時を生きる2人が愛する人を救うため時間を超えるタイムクロッシングスリラー、カイロス運命を変える1分、3月18日スタート。